平野翔の字が下手が愛される理由を徹底解剖。平野翔のミミズが這うような字を初公開。笑福亭鶴瓶、平野翔が履くの鶴瓶さんに微妙に似てる似顔絵 T シャツを公開。平野翔という名前を聞くだけで、多くの人々はその端正な顔立ちと独特のキャラクターを思い浮かべるだろう。しかし、彼の魅力は見た目だけにとどまらない。彼の持つ飾らない純粋さ。 天然な性格、そしてどこか不器用な部分が、ファンにとっては彼の魅力の一部であり、手放せない要素だ。その中でも、特に注目されているのが彼の字の下手さだ。普通、字が綺麗で整っていることは大人としての基本的なスキルの一つとされるが、平野の場合、その逆が愛される理由となっている。彼の字が初めて注目されたのは、2020年に出演したバラエティ番組、 007でのことだった。彼はセクシーゾーンの中島健人と共演し、その際に交換日記を行っていることが明かされた。この交換日記の中で、彼が書いた文字が画面に大きく映し出された瞬間、スタジオ中がざわめき、そしてその後笑いに包まれた。彼の字は、まさにミミズが這うような字と形容されるほど、読みづらく、そして整っていない。それにもかかわらず、 多くの視聴者はその字に対して、可愛らしいと感じ、むしろ彼の人間味が感じられるものとして評価した。普通、アイドルや芸能人には完璧さが求められることが多い。ステージ上でのパフォーマンスやメディアでの露出において、プロフェッショナルな一面を見せることが求められる。しかし、平野翔はその期待を軽々と裏切り、むしろ不完全さを見せることでファンの心をつかんでいるのだ。字が下手という点は、 その一部に過ぎないが、それが彼のキャラクターを象徴するものとして機能している。ファンは、字が汚くても、それが彼の魅力として受け入れ、むしろその不器用さを愛でている。また、彼の字だけではなく、絵もまた同じく、下手だとされている。2019年に、A スタジオに出演した際、司会の笑福亭鶴瓶の似顔絵を描いたが、その絵もまたどこか愛らしい、不思議な魅力を持っていた。 鶴瓶の特徴を捉えたとは言い難いその絵は、視聴者からは、どこからどう見ても似ていないと笑われつつも、その独特なタッチと個性が話題となり、最終的には、鶴瓶 T シャツとしてグッズ化されるに至った。このように、彼の画伯ぶりもまた、ファンにとっては魅力の一つとして認識されている。彼の字や絵が下手であることを揶揄する声も少かなからずあるが、それに対して、むしろそれが彼らしさであり、 いいと擁護する声も非常に多い実際に SNS では「小」の字が下手すぎるけどそれが可愛くて仕方ないといったコメントが数多く寄せられその人気は一向に衰えないここで考えたいのはなぜこれほどまでに不完全さが愛されるのかということだ私たちの社会では常に完璧さが求められる特に有名人やアイドルにはプロフェッショナルとしての一面が強調される傾向にある だが平野紫のような不完全な要素が前面に出ることによって逆に彼の人間味が強調されそれがファンとの距離を縮める要因となっているのではないか不完全な部分に共感を覚えることでファンは彼を自分と同じと感じより一層応援したくなるのだろうまた彼の自愛が話題になるのはその裏に彼の真面目さや一生懸命さが隠れているからかもしれない 平野翔は決してわざと下手な字合いを書いているわけではなく、本当に全力で取り組んだ結果がそれである。それがわかるからこそ、ファンは、下手だけど一生懸命、という姿勢に心を打たれるのだ。私たちは、完璧な人間よりも、どこか不器用で、それでも懸命に頑張る人に共感を覚えることが多い。それが平野翔の魅力を支えている一因でもある。さらに、 彼の不器用さは他の場面でも見られる。例えば、バラエティ番組での受け答えや、共演者とのやりとりにおいても、時折見せる天然な発言や行動が話題になることが多い。これもまた、彼の人柄を反映しており、ファンからは、可愛い愛されキャラとして受け入れられている。彼の自然体でいることが、ファンにとっては新鮮であり、他のアイドルにはない魅力として映るのだろう。もちろん、 芸能界ではプロフェッショナルさが重要視される場面も多い。しかし、平野章はその枠を超えて、自然体であること、そしてその不器用さを逆に武器として使うことで、ファンとの絆を深めている。彼の字や絵が下手であることは、一見ネガティブな要素に思えるが、それが彼のキャラクターの一部として確立されており、むしろそれがファンに愛される理由となっているのは興味深い。こうした、不完全さの魅力は、 単に個々の才能やスキルの問題ではなく、より広い文脈で考えるべきだろう。私たちが社会で求められる完璧さに疲れたとき、平野章のような人の存在が、私たちに、不完全でもいいと教えてくれる。彼の不器用さや天然さは、私たちが抱えるプレッシャーやストレスから一時的に解放してくれる存在であり、その点において彼は単なるアイドルではなく、一種の癒しの象徴とも言えるかもしれない。また、 平野翔の不完全さを通じて、私たちは自己を見つめ直す機会を得ているのかもしれない。彼のように全力で取り組みつつも失敗する姿を見たとき、私たちは自分の不完全さを許容し、他人にも寛容になれる。完璧を求める社会の中で、平野翔はその逆を生き、結果として私たちに大きな影響を与えている。平野翔が持つ不器用さや自然体の魅力は、 私たちが日常で感じる完璧さへのプレッシャーに対する癒しのような存在であり、多くの人がその姿に共感を抱いている。彼の字の下手さやへの不活強さが単なる愛されキャラとしてだけでなく、私たちの心に何かを響かせるのは、彼の人間味あふれる努力と一生懸命さにある。彼は常に全力を尽くし、完璧であろうとするのではなく、自分らしさを貫いている。これは多くの人が抱える、 完璧主義とは対照的な生き方であり、だからこそ多くのファンが彼を支え続ける理由でもあるのだ。考えてみれば、私たちの社会は常に成功と完璧さを追求することを求める。しかし、そんな中で平野紫のような人が不器用ながらも努力し続ける姿を見ると、その姿は一種のアンチテーゼとして私たちの心に響く。彼は成功のために全てを完璧にこなす必要はないことを示し、 むしろ自分の欠点や不完全さを受け入れることで、より豊かな人生を送れることを教えてくれる。彼の姿を見ていると、自分の弱点を隠そうとする必要がなく、それを愛し、他者に対しても寛容になれることを実感する。だからこそ、彼のファンは彼を応援し続け、彼の成長とともに自分たちも成長していくのだろう。また、彼の字や絵を通して、私たちは、 見た目やスキルだけでは人を評価することはできないという大切なメッセージを学ぶことができる。どれだけ字が下手でも絵が不格好でも彼が心を込めて何かを表現しようとするその姿勢が真に大切なことだと感じさせてくれる。これは私たちが日常生活で忘れがちな「人の本質を評価する」という視点を思い出させてくれるものであり彼のファンはこのような価値観を彼を通じて再認識しているのかもしれない。 ファンが彼の字や絵を見て感じる尊さや愛らしさは彼が何よりも人間らしい存在であることに由来している。彼の姿勢は見た目や才能に関係なく誰もがそのままで尊い存在であることを示している。これが多くの人々が彼に共感し彼を一生をせると感じる理由の一つなのだろう。平野翔はただのアイドルではなくその存在自体が不完全でもよい。 というメッセージを発信し続けるるる象徴的な存在であると言えるさらに彼の不器用さは芸能界だけにとどまらず、私たちの社会全体に対しても重要なメッセージを持っている。完璧さを追求しすぎる現代社会では、失敗や不完全さを恐れるあまり、自己表現や新しい挑戦を躊躇してしまうことが多い。しかし、平野翔のように不器用でありながらも挑戦し続ける姿を見ると、私たちは、 失敗しても大丈夫という勇気をもらい、新しいことに挑戦しようという気持ちを抱くことができるのだ。彼の存在は、ただエンターテインメントを提供するだけでなく、私たちに自己肯定感を与え、より自由に生きるためのヒントを与えてくれている。また、彼が描いた似顔絵や交換日記に見られるユーモアや遊び心も、彼の魅力の一部だ。彼は自分の不器用さを隠そうとはせず、 それをを笑いに変えるる。ことで周囲を和ませるその結果、彼の周りにはいつも温かい雰囲気が漂い、人々は彼と一緒にいることで自然と笑顔になる。これは彼の持つ愛されキャラの本質であり、ファンだけでなく共演者やスタッフからも愛される理由だろう。彼のような存在は他者との関係をより良いものにするための大きなヒントを与えてくれる。完璧を求めすぎず、むしろ不完全さを受け入れ、 それを共有することで、より深い絆が生まれるということを、彼は身をもって証明している。こうした彼の魅力は、単なる一時的な流行や話題ではなく、長期的に多くの人々に影響を与え続けるだろう。平野翔が持つ独特の愛されキャラは、これからも多くの人々の心をつかみ続け、彼自身もまたその中で成長し続けていくことが期待される。彼がこれからどのように自身のキャリアを築いていくのか。 そしてその中でどのように不完全さを武器にしていくのか非常に興味深いところである。ファンはもちろんのこと、これまで彼を知らなかった人々も彼の不器用でありながらも魅力的なキャラクターに触れることで何かしらの気づきや癒しを得ることができるのではないだろうか。最終的に平野翔の字へそして彼の不器用さが話題になることはそれ自体が彼の魅力の一部であり、ファンにとっては 押し続けたいとと思わせるる要素だと言える彼のような存在が私たちにとってどれだけ大切であるかを再認識しつつ、これからも彼の成長を見守り、応援していきたい。彼の不完全さを通じて私たち自身もまた自分の不完全さを受け入れ、より自由に、そしてより幸せに生きるヒントを見つけることができるだろう。それが平野紫という存在の持つ最大の魅力であり。 彼がこれからも多くの人々に愛され続ける理由なのだ。